二条戦1着で勝ち上げました口元の佐藤選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は北日本三者の連携で、まあ、坂井選手も理想の展開だったっていうふうには言ってましたけども、まあダッシュよくかましてくれて、いいペースでしたね。はい、少し高岡選手に打たされるかなっていうところもありましたけども、あのあたりっていうのは。ああそうですね、まあ、ただ横もできる選手なんで、まあ、そのまま詰まっちゃうことはないんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、安心してついてました。まあ、すかさず叩いて、まあ、最後は慎太郎さんもしっかりと差し切りましたけども、状態っていうのはどうですか。まあ、すんなりでしたから、余裕はありましたね。まあ、自分の状態的には悪くないんじゃないかなと思います。まあ、坂井選手はちょっと後ろが重すぎて、あと4点ぐらい上がってからまた連携したいっていうふうに言ってましたけど、まあでもね、ダッシュも良かったですし、十分上でも戦えるんじゃないかなと。もうちょっと末をね、強化すればいいんじゃないかなっていうふうには感じましたけど、まあ十分これから戦えるようになっていくんじゃないかなと思ってます。昨日と今日で2走して、昨日は短期で、まあ、難関勢を、まあ、最終的には追ったレースになったと思いましたけども、振り返ってどうですか。まあ、昨日、まあ、ゴール前のコース取りをちょっと自分でミスしてるんでね、足の状態は悪くないなっていうふうに思います。コースしっかりね、松谷の外踏んでれば新井のコースを自分が踏めてたのかなと。まあそこまで伸びたかどうかは別にしても、まあ新井の2着、まあ、2着3着争いできたんじゃないかなというふうに思ってちょっと反省しました。でも状態面は問題なく来ているという感じですかね。そうですね、ここまではそんな感じですけど、何しろね、一日一日状態が安定しないんでね、うん、その辺がどういうふうに安定させるかっていうのは課題かなと思います。まあ、今北日本勢の追い込み選手がすごく勢いがあるんじゃないかなと思うんですけど、今回最後ですけど、どうですか、慎太郎さんから見て。そうですね、みんな力つけてますし、しっかり仕事できる選手が多いんでね、みんなでこう高め合っていければいいかなと思います。わかりました。ではこの後受けて最後に意気込みをお願いします。限界？気のせいだよ。